お、揉めた揉めた、お、硬くなった。はい、おはようございます、テレスケです。さて、前回丸坊主、いや丸ハゲを食らいまして、まあ、今回リベンジにやってきたわけですが、ちょっと雨模様で気温もですね5度くらいありましたんで、まあ水温は予想通り下がってるかなという感じですね。今日ですね、もうスロープの下の駐車場がもうこのように出てますので、なので駐車場が広くなっておりますんでね、ルールを守って楽しみたいですね。まあ、とりあえず、やってみたいと思います。はい、ちょっとですねトラブルと言いますか、ちょっとエンジンかけてね行こうかと思ったら、いきなりこうエンジンが吹き上がらなくなってですね、あれと思って、まあ、もう一回かけてエンジンはかかるんですけど、また吹かそうと思ったらうーんって止まるんですよね。あ、マジ壊れたと思って、プライマリーポンプって言ってこのポンプがあるんですけど、これをね押したら全然あのガソリンの水圧っていうか、それが全くない、中にエアが入ってる感じなんで、おそらくねガス欠だと思います。でね、エンジンはまだかかるんですよね。でメーター見たらね、このくらいでまだいいかなって思ってたら、なんともうガソリンがなくなったということで、まあという感じなんですけど、でもまあ幸い車にガソリン蛍光管を積んでたんで、ちょっと入れて20リッターあるんで、それを入れて動くかなという、ちょっと不安な感じなんですけど、朝一もね一回止まったんですよね。であれと思って、まさかね、まあメーターを当てにしてはいけないかもしれませんとはその購入した時聞いてたんですけど、まあそんなに誤差があるとは思わなかったですね。まあこれで入れてみて動けばね何も問題ないんですけど、まあ次からメーター当てにせずこまめに入れるか、まあもしくはメーターを直すかですよね。まあメーター直すのもねジェニーがかかりますからね、ジェニーがもういいかな、こまめに入れればっていう感じです。ちょっと一回車戻ってみます。まあ本当今日は良かった、いい経験っていうか本当良かったですね。メーターは当てにならんということも勉強になったし、あ、やっぱ燃費悪いんだなというのもまあ分かってはいたけど衝撃ですね。まあ、本当今日は良かった、ガソリンを買ってたんでね、これがないと考えるとちょっとね焦りますよね。もう一個持ってる12フィートくらいのアルミだったらランチングも上げ切るんですけど、バスボートサイズってなるとですね、エンジンを使ってこうグーッとトレーラーに押し上げてやらないと多分ねウインチだけじゃ上げきれないと思うんですよね。まあ上がるかもしれないけど、船に愛がついてるんで船に悪いですよね、負担がかかるんで。まあ一旦駐車場戻ってかかるかどうかやってみて、おそらくかかると思うんですけど、でまあ良ければ昼くらいまでかな、できるかな、やってみたいと思います。はい、スロープへ戻ってきました。一旦ね、ガソリンを入れたいと思います。よし、入れるか。よいしょ。まあね、前もって燃料入れとけって話なんだけどね、大人の事情があるんですよ、いろいろ。これで動かんかったらマジどうしよう結構笑えないんだけどな。まあね、おそらくガソリンと思うと信じたい、マジで。よし、さあ揉めるか。
揉めた揉めた、お、硬くなった、やっぱ燃料だ、かかるはず。まだ？まだ揉む。よし、もういいでしょう。ほら来た。一回ちょっとエアを噛んでるから呼吸する感じになるのかもしれない。ちょっと分かりませんけど。ガソリンだったやっぱ。ああ、よかったよかった。水も出てるし、まあ煙は相変わらず多いけど、これは多分古いから。アイドリングも安定してきましたね。いやー焦るわお、分かれた。なんで V の字で解くんやろうか。